各界の有識者、あるいは関係府省によるこの AI 戦略会議。これを新たに設置することこれを政府として今、決めています。岸田総理大臣は AI、AI 人工知能を開発する企業の経営者や研究者と意見交換し、関係府省と有識者による AI 戦略会議を政府が設立すると表明しました。 その上で、自動で文章を作り出すチャット GPT などをめぐって、ポテンシャルとリスクの二つを睨みながら取り組みを考えていくと述べました。AI をめぐっては、自民党が AI 新時代にふさわしい新たな国の基本戦略を策定することや、AI 戦略に関する司令塔を作るよう岸田総理に要望していました。